はい、皆さん今日もおはようございます。いわ関西バディのヒデです。皆さん今日も元気でしょうかはい。僕はですね、えー、昨日はアルバイト、日本食レストランでのアルバイトはお休みだったので、えー、ずっとパソコンの作業をしたりとか、いろんなことをしていました。朝からですね、えー、ポッドキャストを撮って、そして、まあ、いつもの 朝のモーニングルーティーンですよね。モーニングルーティーン、えー。お茶を立てて、抹茶を飲んで、ポッドキャストを撮って、座禅をして、そしてね、えー、僕は一日をいつも始めているんですけれども、昨日はですね、えっ、ー、と、米国領事館に行ってきました。アメリカの領事館ですね。そこでですね、えー、いろんな、その、税金の関係の手続きをしていて、 税金の関係の手続き。もうね、これがめんどくさい。<laughs> 税金ってほんまにめんどくさいですよね、うん。多分個人で仕事をされている人はもうこの税金っていうのは、えー、絶対に付きものだと思うんですけれども、ね、もう税金なんかに時間取られずに、もうね、 仕事にだけ集中したいのに、この税金の煩わしさ、税金の難しさね、えー、皆さん共感してくれるんじゃないかなと思います、えー。昨日はですね、その税金の関係をしていました。そしてですね、それが終わってから、えー、昨日は珍しくスターバックスで、えー、仕事をしていました。誕生日にですね、友達からギフトカードをもらったので、はい、えー 700円までのドリンク何でも飲めるやつと、あと300円までのお菓子、食べ物、何でも食べれるやつ、そのチケットをもらったのでね、昨日は、えー、久しぶりに、はい、いつも,もう安いマクドナルドなんですけれども、昨日は久しぶりに、えー、スターバックスに行って、えー、いい時間を過ごしていました。昨日はね、もう11時間ずっといましたね。<laughs> 11時間。 えっと、朝の11時午、午前11時に入ってから、もう気づいたら夜の午後10時。<laughs> めちゃくちゃずっと言いました。昨日は、えー、ライスバーガースタジオの日本語アニメですね。この動画制作をもうひたすらひたすらやってて、結構進みましたね。はい。まあ、昨日はね、えー、このライスバーガースタジオの アニメーションを作っていたんですけれども、それにね、昨日時間をかけれて、もう結構進めることができたので、えー、引き続きね、今、全力で取り組んでいる、日本文化オンラインコミュニティ、こちらのね、制作に向けて、時間をもっともっと使っていって、最高のものにしていきたいなというふうに思っています。はい。というわけでですね、今日のタイトルに入っていきます。 最低限学ぼうっていう話をしていきたいと思います。内容に入っていく前にこのポッドキャストの説明をさせてください。このポッドキャストでは日本の文化、日本の精神と僕の日常生活をつなげてお話をしております。日本の文化、日本の精神を学ぶことで、もっと日本人と仲良くなれると思いますし、もっと日本人の友達を増やすようになれると思います。あとは心が繊細な方、そういった方も、この 話、この内容を学ぶことによって、心が強く日頃、心よく生活ができるようになるかと思いますので、そういった方もぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい。というわけで今日のタイトルですね、最低限学ぼうっていう話をしていきます。昨日はですね、さっきも言った通り、 もう11時間 <laughs>、11時間スターバックスで仕事をしていたんですけれども、まあその中でですね、えまあいろんな人がやっぱりお客さんとして入ってきていましたもん。入れ替わっていましてね。昨日やっていたスターバックスは、大阪の道頓堀、道頓堀の近くにあるお店で、あのグリコのサインありますよね。 大阪といえばあのグリコのサイン。道頓堀といえばあのグリコのサイン。あの橋があるところですね。恵比寿橋。あそこの近くにあるスターバックスで昨日は仕事をしていたので、まあね、いっぱいいましたね。お客さんはいっぱいいたし、うん。もちろん日本人の人もいれば、ええー、たくさんの、海外からの、えーと、旅行客、旅行してくれてる人、そういった人もたくさんいたんですね。 そこでですね、えー、この今日お話ししたい内容がありまして、その、今日お話ししたい出来事がありました。それはですね、昨日の、うん、もう夜でしたね。夜の9時ぐらい、9時から9時半くらいの時間帯ですね。僕はもうパソコンに向き合ってひたすらカタ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 していたんですけれども、カタ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 っていう <laughs>、 オノマトペも便利ですね。カタカタカタ。キーボードを打つ音でカタカタって言ったりします。はい。便利なので、ぜひ覚えてください。そう。で、パソコンをカタ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 していたときにですね、僕が座ってた席がそのテーブル席なんですよ。めちゃくちゃ大きいテーブル。長方形の、長方形というと Rectangular の えー、テーブルにまあ6人くらい座れるような大きいテーブルに僕は座ってたんですけどそれで僕は角の席に座っていたんですけれどもまあ、正面にも3人人が座るわけですよ僕側に3人と向こう側に3人でパソコンに集中している中机がいきなりドーンってなんか揺れておおなんだなんだと思って で、そこで顔を上げてみると、なんかすっごいね、怒りながら電話をしている、えー、海外からの旅行の人がいたんですよ。旅行客の、旅行客の人がいたんですよ。<laughs> 言いにくいな。<laughs> 旅行客。その人がですね、まあ、話を聞いていると、えー、もうすごいね、電話の相手に対してめちゃくちゃ怒っていて、すごい 喧嘩をしているよような状況だったんですよねで最初にテーブルをドーンで叩くその最初だけじゃなくてもうねずっとドンドンドンって叩いたりとかあとはその手に持っているペットボトルをぐちゃ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 ってね、えー、握りつぶしたりとかもうねとにかくこの人がもうすごく目立ってたんですよね。 この,のスターバックスの店の中でもうこの人だけがすごいああうるさいというかすごい声が大きくてああみんなどうしたんだろうどうしたんだろうこの人何があったんだっていう感じでね、えー、とても目立っていましたで僕はその同じ席に座ってたんで <laughs> テーブルがドーンって叩かれるたびにわわってなってたんですけど <laughs> 勘弁してくれと思いながらねちょっと、えー、見ていました ただですね、この人自体は、まあ悪気はなさそうなんですよ。うん、悪気はないというと、悪いことをしているっていう気分ではなさそう。悪いことをしているんだっていう気はなさそう。だったんです。だから、これを見たときに、ああ、まあ悪気はないんだろうな、文化の違いなんだろうなと。日本ではね、 こういったお店、静かなお店の場では、電話をするのはまあいいこと、いいんですけれども、電話するにしても、まあちょっとだけ小さい声で話したりとか、まあ周りが迷惑を受けないように、周りに迷惑をかからないように、そこは最大限配慮をするんですけれども、まあこれ多分文化の違いなんだろうなと思って、まあすごい大きな声で話していて、えー、周りを気にせず、 その、ここはまあ自分、電話するぐらいいいだろう、みたいな感じで、まあ話していた。悪気はない様子だったんです。だからね、これに関して、いや、もう何してくれてんねん、みたいなね、<laughs> うるさい、黙ってくれ、と思うというのはなくてですね、ただ、一つ思ったことがあります。それは、最低限の文化を学ばないと、もったいないよって思います。 今ですねたくさんの人がたくさんの海外からのお客様が日本に来てくれていてまあこれ自体僕はとっても嬉しいんですよ。うん。ああ日本の魅力をもっと伝えられる日本っていうこの国に来てくれて日本の 美しい部分を体験してくれている、味わってくれている、ああ、めちゃくちゃ嬉しいなって思うので、これ自体ね、僕はすごくいいことだと思っているんです。ただ、その旅行をする中で、この最低限の文化、最低限のマナー、これを学ばずに、ただただ、 気軽に旅行をしているのはこれはね、ちょっともったいないと思うんです。美味しいものを食べに来た。日本食って有名ですよね。美味しいものを食べに来た。美味しいって思ってくれる。うん、嬉しいです。日本の建築物、神社とかお寺とか、あとは昔ながらの伝統的な建築物見に来てくれる。嬉しいです。アニメグッズを 見に来てくれる。アニメグッズを買うために、えー、来てくれている。これもとても嬉しいです。すべて日本の文化なので。でもですね、せっかく来てくれているのであれば、もっともっと深いところまで僕は見てほしいと思うんですよ。昨日だったかな昨日にもお話しした通り、すべてのものには文化が宿る。すべての生み出されるものには文化が宿る。 文化が中に隠れているっていうわけです。だから表面だけを見てそれで満足するのは僕はとてももったいないなというふうに思うわけですよね。表面で止まらずに奥まで見てほしい。その奥に、表面の裏に隠れた奥にもっともっと魅力的な心があると僕は思っているんです。ここを知るためにはやっぱり最低限の 文化最低限のマナーとかそういったところを学ばない限りは表面的な学びだけになってしまってすごく自分の学びを受ける学びをつかむチャンスをなくしてしまうし自分自身のねその幅を自分自身の見識自分自身の視野を広げるチャンスっていうのをなくしてしまうというふうに思っているんです。 こんな言葉があります。業に入っては業に従えっていう言葉です。これはどういう意味かというと、自分の育ったところと別の場所に行くとき、そのときは別の場所のルールに従えっていう意味です。例えば僕の場合だと、僕は日本で育ちました。アメリカに行くとき、アメリカに行ったときは、 日本のルールで生きるんではなくてアメリカのルールで生きなさいっていう意味です昨日のその外国人の観光客その人の場合だと、えー、どこの出身かはちょっとわからなかったんですけれどもその人が日本に来ているのであればその人の国のルールではなくて日本のルールで生活をしよう日本のルールで立ち振る舞おうっていう意味です これをすることで、凝り固まった自分の考え、自分の国のルールだけを尊重するんじゃなくて、相手の国のルールも尊重するということで、自分自身の視野がぐっと広がりますよね。やっぱり違うものを体験する、違うものに触れることで、あ、こんなこともあったんだと、あ、こんな考え方があるんだ。こんなことを美しいと思うんだ。いろんな アイディア、いろんな見識が広がるわけです。だからですね、そうするためには、やっぱり最低限のマナー、最低限の文化を学ぶ必要があるということです。これをすることで、ただ表面的な美しさ、表面的な悪さもありますよね。そういったところに踊らされることなく、そういったことだけに魅了されるんではなくて、しっかりと奥に 育つ日本の心っていうのを学べるようになるんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということでね、僕もね、まだこれを完全に実践できているかというと、僕自身も全然できていない部分があるんじゃないかなというふうに思っています。僕自身ですね、もう日本のことが大好きだから <laughs>、えー、海外に旅行に行くときとか、 そういった時にも、えー、日本ではこうだよ。日本ではこうなんだから、僕はこういうふうにします。っていうふうに、えー、主張するんではなくて、合に入っては合に従え、この考えを持って、全ての国の文化を尊重していきたいなというふうに思います。はい。というわけで今日は、最低限学ぼうというお話をしていきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。ほな、また。